選手、はい、あるということですか。ボールがこう股間に当たったことがあるんですよ。それはでもまあ皆さんあるんじゃないんですか。そうでもないんですか。いや、キャッチャーとか内野とかっていうのは、うん、あの一応カップつけてるんですけど、はいはい、外野手でつけてないんですよね。まあ、なるほど。はい、でパサッとちょっとフライボールをこう取ろうとした時にちょっとスルーして、うん、で股間に。メジャー時代高く上がったフライを処理しようとしたその時、アヨギスライディングミス。向こうとかって結構こう痛がる行為がダメなんですよ。こう痛くないアピールしながら、でも人事してる。そうですね、めちゃくちゃ痛いんですけど、とはいえちょっとこう他に当たってるんでやっぱ恥ずかしいですし、それって膨らむんですか当たったら。なんかごめんなさい、あの興味津々です。腫れるのかなって。あ、そう、腫れるんですかね。膨らむって言うから来るだけど腫れる。腫れましたね。もうその後ちょっとあの熱とかも出て、で内転筋の肉離れの DL 入ったんですけど、うん、それは痛みってこう降りてくるんで、うん、多分それが原因ですね。近藤選手も痛すぎるエピソードがあるそうなんです。僕も言ってキャッチャーやってた時に当たったことがありまして、はい、その青木さんとは違って、はい、下からの突き上げで、あ、はい、これ一番痛いじゃん。僕はこうカップをしてるので、はい、直接当たることはあるんですけど、はい、それよりそっちの方が、うわ、痛かったです。もう強さアピールどころじゃなかったです、はい、もう痛さ立てなかったですね。どうですか。いや、もうもちろん何回も経験あります、はい、もう立てないですね。あれよ、なんかトントンされたりするじゃないですか。はい、あれなんかちょっと紛らうんですか。いや、もう汗がすごい、もうそっとしとってくれて、はい、もう本当に話も入ってこないぐらい痛いんで、はい、話しかけてくるんですけど、うん、もう話しかけないでほしい。とりあえず、じゃあ股間つながりでちょっと言わせてもらうと、金華線股間つながりって言わせてもらうんですよ。そんな話あるの。柳田が生放送で超問題発言。ギータ選手が、はい、あの地元の生放送の番組で、はい、その股間にまつわる名称を生放送で言っちゃってえらい怒られたみたいな。はいはいはい、ありましたありました、ね、ありました。いや、そう、本当そういうなんかチンプレー好プレーみたいな。あ、びっくりした。もう言うたと思った。本拠地福岡の生放送の番組で新プレー大賞の発表を任された柳田選手。発表します。ホークスアワード新プレー部門大賞は本田雄一さんです。その本田選手のプレーがこちら。なるほど。だからは本当にまずいよ。これはですね、どう、柳田さん、はい、どのあたり。やっぱキッタマですよね。分かんなかった。生放送でモロに行ってしまい、アナウンサーが即訂正。キッタマですよ。分かんなかったよ。天然すぎる柳田選手でした。言ってましたね、あなた。バーンと。いや、ってね、普通に、うん、キッタマって言うじゃないですか。言います。みんな言うじゃないですか。言います。そうなんですよ。みんなちょっと過剰にね、ちょっと。そうなんです。みんなが過剰すぎるんで。うん、実際みんな、キッタマって思ってる。仲いいね。また言うたね。え、これは何怒られた？めっちゃ怒られました。へぇ、はい、ちゃんと股間って言いなさい。言いなさい。はい。はい。では